若手ナンバーワン俳優チャン・ギヨンの主演最新作を日本初放送。イスヒョク、チン・セヨンと共に一人二役に挑戦。前世と現世で絡み合う3人の永遠の愛を描いたミステリアスラブストーリー、ボーン・アゲイン、8月9日スタート。